宙世紀元年、人類宇宙移民を開始、宇宙世紀に移行。宇宙世紀0058、サイド3独立宣言、ジオン共和国樹立。宇宙世紀0059、地球連邦政府サイド3への経済制裁発動。宇宙世紀0069、ミノフスキー粒子が確認される。ジオン公国宣言。宇宙世紀0078、ジオン公国国家総動員令を発布。そして宇宙世紀0079、ジオン独立戦争。その戦場に次々と配備され、宇宙世紀に名を残していったジオン軍兵器たち。しかしその陰には、表舞台に立つことのないまま闇に葬られていった兵器もまた数多く存在する。第603技術試験隊、その任務は新たに開発されたジオン軍の試作兵器を戦場において運用評価することにある。完全な人間がいないように、完全な兵器などない。この第603技術試験隊は、開戦直前に慌ただしく編成されたゆえに、集まった人々は様々な問題を抱えている。ここに送られてくる試作兵器のように、これは歴史の闇に埋もれた兵器とその人々の物語である。ついに開戦を、これを託す。これは試作艦隊決戦砲ヨルムンガンド。連邦主力艦をその射程外から狙い撃つ大じゃ。ヨルムンガンド。第603技術試験隊は試験支援艦ヨーツンヘイムに座礁。パプア輸送艦と会合し、ヨルムンガンドを収容した後、ルーム宙域へと向かう。はっ。地球とは狭い場所なのだろうか。ここからはとてもそうは見えない。遥かに広大なはずの宇宙、そして我々スペースノイドが窒息しそうに思えるのはなぜだろう。
者はルームに消えた。じゃあ大砲屋の俺はなんでこの船に乗せられてるんだ。今そんなことを。人の話を聞きたまえ。この腰痛ヘイムにワルツを踊らせてでも必要な荷物なのか。はい、艦長。艦長、もたもたしてる暇はねえ。早く船を解凍してくれ。変名砲術所、ここで発砲すれば本艦は狙いの的となる。敵艦の迎撃は無才に任せ、本艦は直ちに退避行動に入る。作業員の収容を急がせろ。は
ターゲットを固定しろ。外すんじゃねえぞ。獲物は射程内だ。このまま距離を詰めます。攻撃準備完了。敵パトロール艦隊離脱しました。大切な荷物とやらの回収急げ。沈んだパプアの乗組員の捜索にも当たる。はっ。一時はどうなるかと思いましたが。技術注意、沈められたパプアの死亡者数はわかるかな。まあこの腰痛ヘイムが先に狙われなかったのはこの船が徴用された足の遅い船だったからに過ぎなかった。論理的です。私も得体の知れないもののためにこの船を危険にさらすわけにはいかないのだ。は。この船が連絡貨客船だった頃からね。これで603技術試験隊は全ての要員が揃ったわけですね。それではこれより試験品目の説明を始めます。うん、よろしく頼む。技術注意。試作艦隊決戦砲ヨルムンガンド。敵主力艦をその射程外から狙い撃つ大蛇。その打撃力は連邦のマゼラン級をも一撃で撃沈できるはずです。破壊力の秘密は核融合プラズマビーム。ミノフスキー散布時の最大有効射程はおよそ300キロ。破壊力は射程ギリギリでも大型艦砲の10倍以上と予測されております。なるほど、これなら本国も絶大な期待を持つはずだな。砲術長。へへ、よろしく頼むぜ、技術屋さんたちよ。なんだ。至急電、進路変更勧告です。読みます。発第二艦隊アテ・ヨーツンヘイム、機動作戦中域により速やかなる変身を望む。お迎え。していた住人はどうなったんですか。2000万人がいたはずだ。いや、あんなものを地球に落としたら。うろたえるでない、バカ。奇襲は先端を開く際の定石である。
国務大尉はいろいろとご存知のようですな。私も作戦の詳細など総帥府から聞かされているわけがないではないか。邪道、そうだ、これは戦の邪道じゃないか。我々は今スペースノイドの住まいコロニーさえも武器にしてしまった。宇宙世紀 0079 1月15日、我がジオン公国軍と地球連邦軍の双方はサイド5、通称ルームの中域に駒を進めた。後にルーム戦役と呼ばれる宇宙海戦である。この作戦に際しジオン側は巧みな罠を仕掛けたとある情報をまことしやかに流したのだ。ジオン公国はブリティッシュ作戦の不満足な戦果に鑑み、第二次ブリティッシュ作戦を決行すべくサイド5に艦隊を集結させると。この情報に海戦以来ルナ2に閉塞していた連邦艦隊もついに決戦を決意。そしてヨルムンガンドも、眠れる大蛇がついに牙を剥くのだ。よし、下ろし方始め。こちらヘンメ砲術所、1030までに発射体制に持っていくぞ。発光信号、本艦にです。艦隊決戦の遺憾はひとえに機関と新兵器の検討にあり。変身、艦隊からの正確なる間接射撃指示を望み感謝に帰るとな。はっ。閣下、こちらヨルムンガンド、展開完了。作業員の退避も済んだ。こちらヨルムンガンドのデータ受信、用意よろし。技術試験課にではなく隊員に任せるのです。よろしく頼みます。よし、冷却剤準備よし。大砲や妙につけるってもんだ。へへ、おかしな船に乗せられちまって実戦にも出れねえかと思ったぜ。隊、今本艦の砲術家はもぬけの殻だ。今度敵の攻撃を受けたら何も考えずに逃げますぞ。高濃度のミノフスキー粒子を感知している。艦隊間レーザー通信を怠るな。ゲームの主導権はこちらにある。撃ち方始め。各砲座、戦闘準備。敵に接近します。攻撃を開始してください。攻撃を開始しろ。よし、撃て。敵からの攻撃が来るぞ。避けてみせます。射程内だ。このまま距離を詰めます。準備完了だ。ぶっ放せ。両端の援護に回るぞ。熱源が来るぞ。
注意してくれ。当てさせるか。始まった。観測地はまだ届かんのか。まだです。レーザー通信はちゃんと来ているのか。通知受信。読み上げます。シュレースビヒ撃沈去る。第32戦隊の単獣陣崩れる。以上。なぜ届くのはこんないらない情報ばかり。まだですか。我が艦隊は不可解にも敵との距離を保ち続けています。接近戦に持ち込まなければ。我々を当てにしている証拠よ。出なければこんな戦い方なんて。間接射撃士はどうしたんだ。来ねえならこちらの即興のみで第一撃を加える。間もなく指示は届きます。少しの辛抱です。悠長に構えていたら回線が終わっちまうぞ。状況を判断。直接照準で撃つ。くそ、敵心と磁場偏差は分からんが発射する。観測データはまだか。なんとか有効弾を送り込めれば。こちら観測機1号、緊急発進のためオフサイドを無視する。ヨルムンガンド、我々の観測データを受信するまで待機されたい。バカ野郎、時期を逸しては。まだ撃つなよ。とりあえずどこへ飛べばいい。直進、艦隊船へ全速で突っ込んでくれ。はぁ、あ、しまった。連邦の北に取り込まれた。帰還するか。いや、このままギリギリまで観測データを何としても受信するんだ。ギャッ、マジかよ。Yeah.
海の流れを介せぬ俗物には早々に退場願おうか。私の前に出たのがそもそもの間違いなのだよ。おくずとなるがいい。メインブロックへの誘爆。くそー、缶の制御が効かねえ。この缶が落ちるってのか、バカな。所詮招かれるべき時代に貴様は不要な存在なのだよ。させん。甘いな、その程度の腕で。そこか、逃がさんよ。しまった。うわ、私に出会った不幸を呪うがいい。観測データを受信するまでは持ちこたえるんだ。バカめ、無駄な抵抗をする。いただきだぜ。もらうぞ。よけた。はあ、うまく避けたな。しかし次は逃がさんぞ。
片付けるぜ。振り切れない。このままじゃこちらが落とされるのも時間の問題だ。しかし観測データはまだ受信できてはいない。なんだよ。06ザクか。赤いザク。この場を譲られたし、モビルスーツの襲撃は作戦計画にのっとった行動なり。シャア・アズナブル注意。モビルスーツ。我々は期待されるどころか相手にもしてもらえなかった。今さら何言ってるんだ。俺たちは最初から冷や飯を食わされてるんだ。たとえ戦力外だろうと俺は撃つぞ。分かったか。ヨルムンガンド、手負いのマゼランがそちらに向かっている。直ちに退避してくれ。艦長、作戦は中止が妥当だと考えます。ヨルムンガンド、砲術員は本艦に撤収せよ。急げ。
動きたくても動けんよ。それに今からじゃ間に合わない。艦長、退避行動、本艦自体が危険です。ヨルムンガンドの放棄も致し方ない。しかし本艦の乗員を見捨てはしない。救助のランチ発進準備。その息だな、艦長。俺もこのチャンスは。敵艦がこっちに来てくれるんだ。これなら観測ができる。へへ、敵も慌ててやがる。無理だ。こんなことをしたって本来のデータは。いいんだよ、技術屋。どうやらこれからはモビルスーツが主役のようだ。せめて大砲屋の時代の幕引きを俺にやらせてくれや。さてと、ぶっ放すぜ。手間はかけたくない。一撃で仕留める。大砲屋の幕引きをよく見ておけよ、技術屋。